にちは。鉄道大好き、旅が大好き、中川理香です。はい、ということで新潟県の糸魚川駅にやってきました。イエーイ。はい、そうなんです。今回はここ糸魚川駅から越後ときめき鉄道の列車雪月花に乗って新潟県妙高高原駅まで鉄道の旅を楽しみたいと思うんですが、なんとですね、私実際にこう鉄道に乗って新潟を旅するというのは初めてなので、もう今からどんな景色が見れるのかなとか、どんな食べ物が食べれるのかなとか、そしてどんな列車なのかっていうのが本当に楽しみで仕方ないです。それでは早速行ってみたいと思います。行ってきます。入線してきた赤いボディカラーの列車が越後ときめきリゾート雪月花。観光列車越後ときめきリゾート雪月花、春夏秋冬、上越地方の四季折々の風景を楽しむことのできる列車です。糸魚川から直江津まで日本海の荒波を間近に感じながら走る日本海翡翠ライン、そして直江津からは妙高羽馬ラインとして妙高高原まで、越後富士妙高の雄大な姿を見ながら田園地帯を駆け抜けます。四季折々、日本の原風景と呼ぶにふさわしい海と山の景色を大きな車窓から存分に堪能できる列車です。外から見た通り車窓がすごく大きいので開放的な空間ですね。雪月花は2両編成、1号車はシートが日本海と妙高山を向いたラウンジ形式で、色調は豊かな実りの黄金色、木目が鮮やかな越後杉の家具が特徴です。ワイドな眺望の1号車のハイデッキは全ての乗客が自由に利用できます。2号車はゆったりとした座席と大きなテーブルのレストランカー形式、先頭部は定員4名の展望ハイデッキ、眺望を独占しながらリッチな旅が楽しめます。2号車には桜ラウンジがあり、沿線の地酒やワインが楽しめます。スタッフの方たちに見送られて列車は静かに駅を離れます。市長さん、そして市役所の皆さんが手を振ってくれてます。行ってきます。それではお食事をいただきたいと思います。鶴木屋さんのお弁当ですね。ベニズワイガニのちらし寿司です。越後ときめきリゾート雪月花、広い車窓を流れるのは自然豊かな越後の絶景、地元産の極上グルメも満喫して思い出に残る越後の旅。旅する観光列車、今回は越後ときめきリゾート雪月花の旅をお送りします。